シルフィードは東日本旅客鉄道が1990年から2018年まで運用していた鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。本校ではナンバードゥー会の再改造後についても解説を行う。ナンバードゥーが車体側面のロゴマーク JR 東日本新潟支社では日本国有鉄道時代から継続して12 軽客車を改造した6両編成の和式客車に、サロンカー、サロンサド1両を追加と、キハ28系、キハ58系機動車カーペット車を運用していた。1987年には、往復車両である、サロンエクスプレスアルカディアの運行を開始したが、1988年3月30日に、火災事故を起こし、使用不能となっていた。当時、 新潟支社のジョイフルトレインは、分割ミニエ会後に、首都圏への乗り入れが増加していたが、それまでのジョイフルトレインは一部を除いて、客車か機動車であった。このうち客車の場合は、機関車の付け替えなどによる要因確保が必要であるほか、機動車の場合は、機動性については、申し分ないものの走行性能は、電車と比べて低いほかブレーキ性能も異なるといった制約があった。 そこで、ベースを、硬直流電車とした上で、非電化線区では、ディーゼル機関車による牽引を可能にすることで、これらの、問題を解決することになった。1号車区波484から7012号車も、波484から7013号車、雲波485から701いずれの車両も、編成短縮化により、余剰となっていた。 サロ189型を種ネとした改造車名目ではあるが、車体は申請されており、主車からは一部の部品が流用されたに過ぎない。また制御装置、電動機、台車などの走行機器は485系1000番台の予備品が使用されたことから485系への形式番号が付与された。ジョイフルトレインでは初めての公直流電車であり、形式は 先頭車が黒484型とくモロ485系、中間車はモロ484型である。改造は、車体交代をそれぞれ近畿車両、東急車両製造、新潟鉄工所で申請し、新一車両所で最終的な偽装工事が行われた。この時点では全車両がグリーン車扱いであった。塗装デザインは、車体下半分を白。 上半分をベージュとし、その境目に黄緑と紫の帯を入れたものとした。車体は常実のようにすべて新製である。先頭部分は全面展望を考慮し、パノラマエクスプレスアルプスとほぼ同様の形状とした。冷房装置は全車両とも通勤系電車用の AU75 回型集中式冷房装置を搭載した。 終電装置取り付け部分は、建築限界の小さいトンネルが存在する中央、東線への乗り入れを考慮した低屋根構造としたほか、新越本線の横川駅軽井沢駅間の通過対策についても施行された。また、日本海中間線の気象条件に対応して、対艦対策構造を強化しているほか、保安装置としては、当初より ATSP 型を装備した。 編成両端の連結器は密着自動連結器とした。客室内は座席は45度刻みで360度回転が可能なリクライニングシートを2列から1列の配置で設置した。1人掛け座席側の荷物棚は省略された代わりに2人掛け座席側の荷物棚はハットラック式とした。黒八十四から一編集一号車に連結される車両で 展望室を有する。展望室はフリースペースとなっており、内側向きにソファーが並べられている。客室の座席は前後8列配置。2号車、モロ484-1との間の貫通路は拡幅されている。本車両の最大の特徴は、非電化線区での運行に対応した 4VKT10.5K ディーゼル発電機関を搭載したことで、国鉄 JR の電車で、 ディーゼル発電機関が搭載されるのは、これが初めてである。出力は100区バで3両分の給電能力を有する。また、本車両には190クバの出力を有する電動、発電機も搭載しているため、自重は46.5トンと、電動車並みの車両重量となった。モロ484から1、編集2号車に連結される車両で、トイレ、洗面所、 女性向けドレッサー室を設置する。客室座席は前後10列配置。時長は47.3トン。くもろ485から1。編集3号車に連結される車両で、黒484から1同様にフリースペースとなった展望室を有するが、本車両では車体中心線から外向きにソファーが並べられている。客室の座席は前後9列配置。 自長は45.5トン。上沼水運転区に配置され、1990年9月1日より営業運行を開始し、同年9月24日には早速、万越祭、なお、専用機関車として、で10701が同色に変更されている。1991年には、新潟駅坂田駅間で同名の臨時特急にも、使用された。 2001年1月には、客室設備はそのままに普通車に格下げされ、次のように改版された。同年10月には、カーペット車両に改装し、同時に愛称を、ナンバードゥー下に変更した。この際、便所増設と塗装変更を行い、非電化線区用の発電機器類はそのまま残され、その後も、団体専用列車を中心に運用されていた。 2017年7月25日に新潟支社はナンバードゥーカが老朽化に伴い2018年1月中に引退する予定であると発表し2018年1月7日に臨時団体列車赤別ナンバードゥーカをもって運行を終了同月10日に新宿駅経由で長野総合車両センターへ廃車改装され同日付で廃車された ありがとうございます。